はい、和之助です。今回はモニターアームのご紹介です。新しいモニターアームを探していたところ、デザインが良くて値段もお手頃だったので購入してみました。アルターゾーンというメーカーのモニターアームです。 OEM モデルだと思いますが、 Amazon 限定ブランドとしても販売していました。このメーカー主にマイクアームを販売していて、評価も割と高いようです。そして実際に使ってみてなかなか良かったので、良かった点や悪かった点など、今エルゴトロンのモニターアームも使っているので比較なども含めてレビューさせていただければと思います。では早速ですが、これ箱が非常にコンパクトで、エルゴトロンの箱と比べるとかなり小さいです。中を見てみると非常に無駄のない梱包になっています。中身の構成は他のモニターアームと同じなんですが、台座に USB3.0 のハブが付いているのが特徴となっています。結構 USB ってスマホの充電だったりとかデータの取り込みで使ったりするので地味に嬉しいんですよね。設置してみるとこんな感じです。カバーが外せてケーブルが通せます。上のカバーも外せます。後ろ側のカバーを外すと上下の動きの強度調整ができるようになっています。こういう細かいところが隠せるっていうのは気が利いているなと思いました。モニターの左右の可動域はこんな感じです。配線するとこんなにぐるぐる回せませんが、真ん中の関節は一応360度回転します。下の関節も180度稼働します。あとこのモニターアームの特徴なんですが、モニターの取り付けプレートが取り外し可能となっています。こんな感じでワンタッチで取り外しができます。机のレイアウト変更の時なんかは非常に便利だなと思いました。モニターサイズは17インチから32インチのモニターに対応しています。では設置してみましたので、位置を固定する前にエルゴトロンのモニターアームと比較してみたいと思います。左が今回のアルターゾーンのモニターアームで、右がエルゴトロンのモニターアームです。それでは今回のモニターアーム、アルターゾーンの方から見ていきたいと思います。横の動きは特に引っかかりもなくスムーズに動きます。縦の動きに関してもスムーズに動きます。決まった位置での停止もちゃんとできます。ガススプリング式なので、上げる場合はすんなり上がりますが、下げる場合は少し力がいります。縦方向の固定は少し緩いというか、垂直にするのに若干微調整が必要になります。原因はモニターを簡単に取り外せる仕組みのところだと思うんですが、この仕組みがあることで回転に遊びが発生して、たわみが発生するのが原因だと思います。こんな感じでちょっと力を入れると揺れます。ということでこのモニターアームの場合、できるだけ固定で使用することをお勧めします。台座部分はフラットデザインなので、ちょっとしたものを置いたり USB ハブも付いているのでデータのやり取りもできて、デザインと実用性を兼ねている点は非常に素晴らしいと思います。それでは最強のモニターアーム、エルゴトロンとの比較になります。横移動はスムーズにできます。感覚になってしまいますが、軽すぎず硬すぎず、程よい力加減で稼働してくれます。縦移動も非常に軽く、思ったところでぴったり止まってくれます。それでは正面側に向けてみて、こちらの上下移動も安定感があって非常にスムーズです。縦の回転はこんな感じです。吸い付くような動きで微調整が非常に楽です。こちらもコードの関係で無理なんですが、一応360度回転できます。基本的にどんな動きもスムーズに片手でできるのがエルゴトロンのモニターアームです。動きを見てもらえると分かりますが、正直言って動きと安定感に関しては改めてエルゴトロンは最強だなと思いました。値段も高いですが、それだけの性能もあります。ということで比較も含めてアルターゾーンのモニターアームをご紹介しましたが、いかがでしょうか。最後にいろいろ動かしながらまとめると、
動きに関しては普通といった感じですね。頻繁に動かさないような使い方であれば USB ハブもついているのでコストパフォーマンスで考えると非常に買いだと思います。逆に頻繁にアームを動かすような使い方の場合はエルゴトロンをおすすめします。それでは今回の動画は以上となります。この動画が良かったと思っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。